はい、おはようございます。笹でございます。最近プラムついてますが、またプラムのネタなのですけれども、この間からやってる VF 版、なんですこれ、S なんですよね。いや、なんで今これ気がついてるんですけど、これもこれでいいのですけれども、やっぱりね、マクロスといえばね、私のイメージの中ではこの J タイプなんですよ。J ですよね。次女君が乗るやつの、テレビ版の、アニメーションの、タイトルに出てくるやつってこれだと思うんだけど、これね。で、羽なんかもまだ塗ってなくてね、尾翼がね。で、結構あっさりしてて、赤と白で、このイメージが強かったんですよ。それで、最初ね、V1S をちょっと塗装を自分でやれば、J にできるかなと思ったんですけどもね、さすがにこれはまあできないんだよね。デカールのね、ここのところが、US スペーシーっていうところがね、白なんですけれどもね、J だとこう黒だからね。そうすると、さてどうしようかなと思ってたんですよ。なんなら自分で自作でデカール使うかなっていうのを考えてみたんだけど、なんのことはない、J タイプ売ってるんですね。知らなかった。ヨドバシさん覗いてたらね、VF1 の、A タイプ、J タイプ、S タイプか。これ、なんか、転写シール、デカールを貼り分けることで、できんのかな。そして、ね、お値段も結構リーズナブルなんですね。1870円。ほんと、こういうのは、ちゃんとし、この間、1109さんアドバイス持って、アマゾンはほんと信用しねえぞって感じでね。で、ちょっと、ヨドバシさん行った時聞いてみようかな。あったら取り寄せてもらって。それだったらね、俺、しくじってもね、デカールダメでも、キャノピーしくじっても、まだ、部品が手に入るみたいなね。そうなんだね。まだ、現役で売ってんですね。あ、でもないのかな。2010年4月8日販売開始で、でもまだ在庫あるって言うんだよね。まあまあ、手に入りそうなので、VF1S ができたら J を作って、それで、D タイプか、二人、札式のミメちゃんと乗ったやつとね、本当に、いいおっさんが何をそんなに夢中になってるんでしょうかって感じなんですけども、バルキリーってのはね、当時すごくびっくりしたんですよ。ファントムジェット機が、ロボットに変形するんだけど、それもその、昔小さい時に見た、なんだっけ、ゲッタロボみたいにね、変形過程がなんかこう、ごまかされてて、こう、ぐにゃぐにゃっとなって、なんかこう、らしくなっちゃうの違って、本当リアルに飛行機からロボットに変形するっていうのがね、すごく驚いたんですよ。かっこええなと思ってね。サンダーバードもびっくりしたけど、小さい時に幼稚園の時見ててね、これは結構いい大人になってから見たんですけどもね、いまだにこれってよく思いついたな、こんなんなと思いながらね。で、デザインもなんか、近未来にあり得るかもねみたいなデザインで、で、実際本当にこういうふうになるんだもんね。いうふうなことでね、やってます。面白くなってきたね。プラモっていうのも結構楽しめますね。本当に、その辺飲み行って、ちょっと飲み行くだけでも、ね、カラオケ屋さんで飲んで歌って帰って、それでもう4、5000円じゃないですか。あんなに比べたら本当安い趣味だなと思って、それで健康的だしね。ただし、シンナーだけ気をつけなきゃいけないとって、まあ、接着剤使うときだけちょっとシンナーどうしてもついてもあるんです。あれだけ注意すれば、非常に健康的で。で、今、コロナがまたね、ちょっとどうなるか、また連休明け、5月の連休明け、なんかまた嫌な予感するなぁなんていう感じでね、なんて思ってますけれども、まあ、こんなんで しばらく楽しもうと思ってます。それではまたお会いいたしましょう。